何らかの教材を使ってプログラミング学習をしているときに、動作確認済みのサンプルコードとご自身で書いたサンプルコードとの差分を表示する方法について説明します。こんにちは、中村優太です。 IT エンジニアでプログラミング教育事業にも取り組んでいます。 Udemy では7万人以上の受講生の方に教えています。また自社サービスとして動画で学ぶプログラミング学習サービス、プログラス、プログラミング教材のランキングサイト FindU などを公開していますので、ぜひご利用ください。詳しくは概要欄を見てください。テキストの差分を求めるツールはたくさんあるのですが、例えば MacOS であれば diff コマンドや bbedit というソフトウェア、 Windows 環境であれば WinMerge があります。しかしながら初心者の方には少し難しいと感じる方もいらっしゃると思います。そこでお手軽に2つのコードの差分を比較できるウェブサービスを紹介します。 Margely というサービスです。この動画の収録時点ではユーザー登録不要で無料で利用ができます。注意点としては365日24時間稼働し続けることが保証されたサービスではありません。メンテナンス発生時などには時間を空けてからアクセスしたり、他のツールを利用すると良いでしょう。使い方は簡単で、左側にお手本となるサンプルコードをコピー&ペーストします。そして右側にご自身で書いたコードをコピー&ペーストします。実際にやってみます。まずお手本となるサンプルコードをコピー、左側に貼り付けます。そしてご自身で書いたコードを全選択してコピーします。そして右側に貼り付けます。そうするとこのように差分が可視化されますので、差分があるところのコードを修正すれば OK です。注意点です。コピー&ペーストの元となるファイルを間違えて迷宮入りしてしまう方が多くいらっしゃいますので、慎重に操作します。そしてこの差分の情報を元にコードを修正します。例えば3行目 A が抜けているので A を追加、タイトルのスペルが間違っているので修正、この中括弧は同じように見えるのですが、半角全角の違いを疑ってみましょう。全角を半角に直しました。そしてカラーの部分はスペルミスを修正、この最後のセミコロンも半角全角を疑ってみましょう。書き直すと差分がなくなっていきます。そしてヘッドのスペルが間違っているので修正、そしてこの13行目は H1 の終了タグがないので修正します。左右の差分がなくなりました。プログラミング学習をする際はこういったツールを活用しても良いので、自分でエラーを取り除いて解決した経験を何度も何度も重ねることにより成長ができます。このエラーメッセージやこの不具合の挙動は何か見たことがあるなという引き出しをたくさん持つと、トラブルシューティングが進めやすくなります。どんなにベテランのエンジニアでも一発でコードを書ける人は少なくとも私は見たことがありません。そのためプログラムのエラーを取り除くことが学習であれば学習そのもの、業務であれば業務そのものです。ぜひプログラムの間違いを自分で見つけられるようになり、誰にも依存しないでコードを書けるようになっていきましょう。